ワーダーはハードディスクレコーダーとデジタルオーディオワークステーションを兼ねたアプリケーションソフトである。Windows、Max、Linux、FreeBoost 上で動作する。主な作者はポール・デイビスで、彼は Jack オーディオコネクションキットも開発した。プロ用のデジタルオーディオワークステーションを試行している。GNU ゼネラルパブリックライセンスでリリースされており、フリーソフトウェアである。 以下にアーダーの最も基本的な機能の概要を紹介する。アーダーの録音能力は使用するハードウェアによって制限される。ソフトウェア側には制限は設けられていない。既存の素材上に録音する場合、アーダーは0点指補正を行うことができ、タイミングを合わせることができる。アーダーでのモニタリングでは外部ハードウェアのモニタリング、アーダーのモニタリング、 ジャックのモニタリングが可能である。アーダーのモニタリング機能を使うと、リアルタイムで録音中の信号にプラグインのエフェクトを適用することができる。オーディオサーバージャックを使うと、サウンドカードからだけでなく、同時にジャック互換ソフトウェアからも録音できる。ジャック互換ソフトウェアには、ソフトウェアシンセサイザーや、オーディオエフェクトホストなど様々なものが存在する。ジャックの新バージョンでは、 一般の IP ネットワーク上で音声を転送することができる。これを利用すると、オーディオインターフェースを持つハードウェアとアーダーが動作する、ハードウェアを分離することもできる。アーダーは、任意以降のトラックとバスをサポートする。また、非常に柔軟なルーティングシステムを備えている。すべてのゲイン、パン、プラグインパラメータは自動化できる。余裕と中実度を最大にするため、 すべてのサンプルデータは内部では32ビットの不動小数点数で表されミキシングされる。アーダーはサンプル単位の解像度で録音範囲をしてのドラッキング、トリミング、タイムストレッチが可能で録音範囲のレイヤー化も可能である。多様なクロスフェード編集ツールやビート検出ツールもある。アンドゥー、リドゥーも無制限に可能で後で参照するために現在のセッションを スナップショットとして保存するといった機能もある。アーダーはマスタリング環境として使うことができる。ジャックと連携させることでジャミンなどのマスタリングツールを使い、オーディオデータを処理できる。アーダーのミキサの出力をジャミンや他のジャック互換音声処理ソフトに送り、それらの出力を録音ソフトで録音する。アーダーは、特ファイルや Q ファイルもエクスポートでき、 音楽 CD 制作も可能である。アーダーはフロスアプリケーションであるため誰でもソースコードを見て改造できる。例えばアーダーの m a x 版はプロジェクトの参加者ではなかった誰かが自力で移植したのが最初である。アーダーは機能を向上させ移植を容易にする限りにおいて業界標準をなるべく採用している。アーダーは X64、X86、 パワー PC アーキテクチャ上で動作する GNU、Linux、Solaris、Intel よび PowerPC を使った MAX 上で評価されている。マルチプロセッサやマルチコア、OS のリアルタイム。ただし、Linux と MAX 以外の OS でのサポートは限定的である。オーディオエフェクト処理や強弱制御などの様々な機能はプラグインで提供している。ア r は Linux では ラザパド LV2 というプラグインアーキテクチャをサポートし、MAX ではさらにオーディオユニッツもサポートしている。スタインバーグの VST プラグインを a r d ー r ーで使うには a r d ー r ー自体を VS サポートを含むようにコンパイルするか、そのようにコンパイルしたパッケージを使う必要がある。バージョン2.8以降では VST サポートにスタインバーグの VST ソフトウェア開発キットを 必要としなくなった。アーダーはセッション全体や一部をエクスポートでき、30種類以上の音声ファイルフォーマットのオーディオクリップをインポートしてセッションに加えることができる。これはアーダーに組み込まれているオーディオファイルのベータベースマネージャーを使って行うこともできるし、普通のファイルブラウザから直接行うこともできる。サイ・インスティチュートは2009年2月まで、 アーダープロジェクトをサポートしていた。同社はオーストラリアやイギリスを中心に音楽制作の専門学校を経営している。そのため初心者が使いやすいマックス版の強化を目的として資金提供していた。ソリッドステートロジックはバージョン2の開発期間中、ポール・デイビスを雇い、フルタイムでアーダー開発に当たらせた。ハリスン・オーディオ・カンソルズは2005年を始め頃から、 アーダープロジェクトを支援している。同社のザダバーという製品はアーダーをベースとしており、企業レベルの DAW ユーザーのためのカスタマイズ可能なプラットフォームとしても利用できる。ありがとうございます。